J リーグではこれまで多くの助っ人外国人選手がプレーチームに大きく貢献しています。近年においてもイニエスタを筆頭に海外で実績のある選手も日本でプレーをしています。その一方で活躍を期待されながら思うような結果を出せなかったダメダメ助っ人と言われる選手も。今回は J リーグに来た期待外れのダメダメ助っ人6選を紹介します。イネカJ リーグが発足前の1992年に名古屋グランパスに加入したリネカー。この頃の日本はまだバブル経済が崩壊していませんでした。そのため多くの J クラブが親会社の用意した巨額マネーをもとに海外の大物選手にオファーを出していました。リネカーもそのうちの一人です。そんな彼が日本に来るまでに残した実績はとてつもないものでした。イングランド代表ではイングランド歴代2位となる48得点を記録。1986年のメキシコワールドカップでは6得点を挙げて大会得点王に輝きました。また所属クラブでも大活躍。 FC バルセロナやトッテナムなどでプレーし計3回も得点王を獲得しています。名古屋に加入する前年の1991年シーズンも35試合で28得点と大暴れでした。この実績から名古屋サポーターも期待せずにはいられません。さらに1993年の J リーグ開幕前のプレシーズンマッチでは強豪ラツィオ戦でゴールを決めるなど期待はますます高まりました。ところがいざ J リーグが開幕すると負傷を繰り返し思うような結果を残せず、1年目はリーグ戦7試合出場1得点、2年目は11試合出場3得点、稼働率が低くパッとしない成績でした。結局名古屋で2年プレーした後現役を引退。現在は母国のサッカーニュース番組の司会やコメンテーターを務めるなど違った形で活躍をしています。マイヤーアヤックスやフローニンゲンなどで活躍しオランダ代表として試合に出場した経験もあるオランダ人フォワードのマイヤー。1991年にはフローニンゲンを過去最高となる3位に導き、オランダリーグ年間 MVP を獲得したこともあります。そんな彼もリネカー同様 J リーグ発足初年度にプレー。当時31歳でヴェルディ川崎の一員として J リーグ開幕を迎えました。国立競技場で行われた開幕戦の横浜マリノス戦では記念すべき J リーグ第1号ゴールを記録。このゴールを覚えているサッカーファンも多いのではないでしょうか。まさに歴史にも記憶にも残るゴールでした。しかしその後は爪痕を残すことができず、結局リーグ戦11試合出場2得点という結果でシーズン途中に契約を解除、母国へと帰国しました。この背景にはチーム内の外国人選手が日本人選手に受け入れられなかったという事実もあるそう。当時マイヤーを含めてオランダ人が3人、ブラジル人も複数人が在籍。彼らはなかなか日本人選手と食事を共にできず、思うように会話の輪に入れてもらうこともできなかったそうです。それに対してマイヤーも腹を立て、ますます関係が悪化する結果に。とはいえマイヤー自身が試合で得点を取り続けることができていればチームメイトの信頼を勝ち取り長期的に活躍ができたことでしょう。オランダへ帰国後は SC ヘーレンフェーンなどでプレー。1998年に現役を引退しています。ベベット、ブラジル代表ではフォワードとして主にロマーリオとツートップを形成し75試合に出場し39ゴールを記録。さらにはワールドカップに3大会連続で出場するなど輝かしい現役生活を送っていたベベット。そんな彼は2000年にジーコから誘われ36歳で鹿島アントラーズに加入しました。鹿島の総監督だったジーコとはブラジル代表で共に戦った経験があります。当時すでに代表を引退していましたが、元ブラジル代表実力者の J リング入りは大きな話題となりました。そして加入会見では得点王を宣言し周囲の期待も高まるばかり。しかしその実績や期待の大きさとは対照的にリーグ戦8試合で1得点と全く結果を残せず、わずか2ヶ月でクラブを退団してしまいました。活躍できなかった理由は一つではありませんが、初練習後にジーコに「お前全然練習してないだろ」と突っ込まれたのは有名です。他にも家族が日本の生活に馴染めず、ベベットの奥さんはイタリア料理作りが趣味なのに当時の鹿島では食材を手に入れるのが難しく、家族を慰める日々にストレスを感じていたとも言われています。ちなみにその年は小笠原光雄や柳沢淳ら若手選手の活躍もあり、鹿島アントラーズは国内史上初の3冠を達成しています。イルハン、トルコリーグで長く活躍しトルコリーグ得点王にも輝いたことがある点取り屋のイルハン。またトルコ代表として2002年の日韓ワールドカップにも出場し3得点を記録。当時はかっこいいルックスから日本のサッカーファンの注目を集めました。そんな彼は2004年にヴィッセル神戸に加入。同じ2004年に神戸のオーナーには三木谷博史が就任。
三木谷氏が最初に行った大型補強が彼の獲得でした。移籍金は5億円、年俸は3億5000万円にも上るとされています。神戸で再び注目の的となったイルハンは2004年の開幕戦ジェフユナイテッド市原戦でデビュー。キングカズこと三浦和義とツートップを組みチャンスを作りました。しかしその後が長くは続かず、古傷である右膝を痛めたこともありリーグ戦3試合の出場に終わり無得点、まさに期待外れの結果となりました。しまいにはシーズン途中にもかかわらずクラブに無断で帰国、クラブ側の再三にわたる来日要請に応じることなくそのまま退団しました。現役を引退後はなんとフィギュアスケーターに転身しています。ワンチョペ、コスタリカの怪人、コスタリカのレジェンドとも言われたワンチョペ。187センチの高さと素早いドリブルを生かし得点も量産したコスタリカ人フォワードです。そんな彼は2002年2006年とコスタリカ代表としてワールドカップに2度出場し計6試合3ゴールを記録。所属クラブではダービーカウンティ FC やマンチェスターシティなどで活躍し、イングランドプレミアリーグだけでも156試合出場50ゴール、並々ならぬ成績を残しました。そのため当然 J リーグでの活躍も期待されていました。しかし2007年に加入し得点源として期待された所属先の FC 東京ではリーグ戦12試合で2得点、コスタリカの怪人は日本で目立った成績を残せませんでした。日本での生活やサッカーのリズムに相当苦労したようです。結局古傷である右膝を痛めたこともあり加入1年目のシーズン途中で退団という形となりました。ユングベリ、元スウェーデン代表のミッドフィルダーのユングベリ、中盤ならどこでもプレーすることができフォワードを務めることもありました。長年所属したイングランドプレミアリーグのアーセナルではアンリラと共に無敗優勝に貢献するなど大活躍。そのため日本でプレーをする前から彼のことを知っていた方も多いことでしょう。そんな彼は2011年のシーズン途中に清水エスパルスへ加入、 J リーグに久々に大物選手がやってきたことでサッカーファンの間で大いに盛り上がりました。当時34歳ながら走力は健在でありオフェンスの軸として期待されました。しかし清水加入後はリーグ戦8試合出場で無得点、存在感を示すことはできませんでした。しまいには天皇杯のセレッソ大阪戦で負傷し母国スウェーデンへと帰国、その後契約解除という形でクラブを去ることに。日本でのプレーはわずか4ヶ月で終わりました。契約解除となった原因は ACL 出場権を獲得できなかったことやユングベリとクラブの考える今後のビジョンに食い違いがあったためだそう。もっと多くの試合で彼の得点に絡むプレーが見たかったものです。その後はインドで数ヶ月限定でプレーをし現役を引退、引退後は指導者として古巣アーセナルへ帰還、下部組織の監督やトップチームのアシスタントコーチを歴任しました。いかがだったでしょうか。海外とはやっているサッカーやリズムが違うとも言われ母国と生活文化も大きく異なるため外国人選手には難しい環境でもある J リーグとはいえ、実力者の活躍できない姿を目の当たりにするのは何とも言えないものですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。